事故が関数割れてけしからんとか不安定になる大変だってなるんですけど、私は前から言ってるんですけど、そうじゃない選択を今回国民が選んだんですよね。で、野党の側にも責任があって、じゃあ事故が関数割れてるからね、もう意地悪して批判ばっかりして反対ばっかりして、なんかこう今自民党につくのか立憲につくのかなんていうことを言われるの、どっちもつきませんよ。だって国民民主党ということで国民民主党に入れてくれた人ばっかりでしょ。皆さん、日本の国のためになることには党派を超えて協力していくと。旧来型の右とか左とか与党とか野党とかっていうことで考えてる人からすると、何やってんだってことなんですけど、選挙を政治家の就職活動にしないってことと、政権の今の石破政権ですね、延命に協力する気持ちは全くありませんから。あと、国民民主党の現時点での行動指針を明確にするためには、ハングパーラメントという言葉を流行らせるのが近道はないでしょうか。安定政権によって失われた国会の機能を取り戻すために有権者はハングパーラメントを選択した。新しい価値観コンセプトには、新しい言葉が必要です。この言葉がマスコミやネットに飛び交うことで、国民民主党の価値観、政治、哲学が世間に浸透するんじゃないか。これね、確かにその通りで、ちょっとね、真面目な話をすると、よくね、この事故が関数割れてけしからんとか、不安定になる大変だってなるんですけど、私は前から言ってるんですけど、小選挙区と比例代を併用した今の選挙制度だと、このパターンが常態化していくと思うんですよ。で、今までだったら自民党、公明党が OK さえすればもう何でも決まったんだけど、そうじゃない選択を今回国民が選んだんですよね。で、かつ、対決より解決なんてことを言う、世界的にも珍しい野党がですね、国民民主党が皆さんのおかげで4倍に議席を増やしたってことは、やっぱり対決型の政治じゃなくて、国会じゃなくて、きちんと議論して解決策を見つける国会にしなさいという私はメッセージだと捉えています。ですから、この関数を割れたってことは、自民党公明党から見たら、これ悲劇かもしれんけれども、与党からしてもちゃんと、国民民主党を含めた野党の意見もちゃんと聞きなさいと。で、野党の側にも責任があって、じゃあ事故が関数割れてるからね、もう意地悪して、批判ばっかりして、反対ばっかりして、法案通さないとか、予算通過させないとかじゃなくて、建設的に、物事を決めていこうと。野党も実は責任を負ったという意識が必要だと思いますね。だから、なんかこう今、自民党につくのか、立憲につくのかなんていうことを言われるの、どっちもつきませんよ。だって国民民主党ということで国民民主党に入れてくれた人ばっかりでしょ、皆さん。だから、その国民民主党って何かというと、対決より解決ということを堂々と掲げてね、隠してんじゃなくて、そういうことでやろうと言って。で、予算案に賛成して怒られたもしたけど、でもそれも含めて選んでいただいた4倍の議席ですから、やっぱり、党派関係なくね、いいものにはいい、日本の国のためになることには、党派を超えて協力していくということを今の国民は求めてるんじゃないかと。で、かつ、これが新しい、政策決定、ルールメイキングの、新しいルールを今作りつつある、途上にあると。で、そこに国民民主党も積極的に関わっているということなんで、旧来型の右とか左とか、与党とか野党とかっていうことで考えている人からすると何やってんだってことなんですけど、もう我々国民民主党はいろんな意味でもう先行ってますから、多分、後の時代になってわかるようなことをしてると。未来先取りをしてるということなんで、未来先取り政党国民民主党なんで、ちょっと古い発想の人からは、どちらから見ても何やってんだって感じになるかもしれませんが、これが当たり前になってくると思います。新しい当たり前を作る今、過程にあるので、そこはぜひご理解いただきたいなと。それが国民民主党なんですよ。他の政党と同じことをやってたら、日本変わらないし、国民民主党が存在している意味がないし、常に新しいことに挑戦してきたし、新しい国会のルールや政治のルールをね、既存のルールをぶち壊していってるっていうのがね、私は今の過程だと思ってます。だから、もうすごくご批判も全部受け止めますよ。受け止めますけど、とにかく政策本位で国民のためになることをやる。ここはブレずにやりますから。ね。で、選挙のためじゃなくて国民のためにやると。これがもう結党以来ですね。榛葉幹事長はじめ一緒に仲間と一緒に育んできた理念ですから。選挙を政治家の就職活動にしないってことと、もう一つは対決より解決で、やたらめったら反対ばっかりするんじゃなくてね、いいものはいいと。で、こっちも知恵出すと。当たり前ですよね、皆さん。それを多分、ご支援いただいた方が国民民主党をここまで伸ばしてくれたと思ってますから、逆にそれでね、そう政策とかそっちのけで、じゃあ立憲につきます、自民党につきますって多分、ここにいる皆さん逆にブレたって言って綿巻き起こるよね。だから、そういうことなんですよ。だから、国民民主党ずっと見ててくれた人はわかると思うんだけど、私言ってること何も変わってないですから。ただ、知らなかった人がこういう存在見つけてなんか買ったことやってんなって言って、急に批判されてるんだけど、対決より解決の姿勢はこれからも進めていきたいなと思ってますので、よろしくお願いしたいなと。改めて言いますけど、これちょっとツイッターにも書きましたけど、政権の、今の石破政権ですね、延命に協力する気持ちは全くありませんから。ただただ皆さんに約束した政策の実現に全力を傾ける。もうこれだけです。もう一回言いますよ。政権の延命に力を貸すつもりはありません。ただ、私はもう皆さんに約束した、選挙の際国民に約束した手取りを増やす経済政策。この政策の実現に全力を傾ける。もう以上です。以上でも以下でもないと。これだけですからね。分かってますよって言って、ね、書いてくれる人いるんですけど、長年のね、国民民主党の支援者の皆さんに分かっていただけると思いますけど、なんか、ちょっとこれは批判じゃないんだけど、国民民主党に騙されるな、とか、玉木雄一郎に騙されるなというハッシュタグがまた出てますけど、あれやっぱり令和と共産党さんを応援してる方が多いという分析がまた出てますよね。だからぜひ、共産党さんも令和さんもどちらかというと、所得の低い方とか、あるいはワーキングプアの方をしっかり支えようということで頑張っておられると私も思うので、そこは基礎控除を上げるっていうのはそういうことにつながっていくのでね、ぜひご協力をいただきたいなと、必要なら説明もしたいなと思ってますので、あまり野党間でそういう対立をするんじゃなくてね、ぜひ国民のために一緒にやっていきませんか。ね。それがぜひ、私の願いだし、対決より解決の国民民主党の目指す政治のあり方ですね。36,000人同説ありがとうございます。スパチャも今40万となりました。いいねまた押してください、いいね。今7649なので、また1万いいね来たい。皆さん、ちょっといいね。気がついたらいいね。お願いします。はい。